その、なんだっけ。あ、部屋を明るくして離れてみてね。どうしたの？こんなところに呼び出して。もし俺でよかったらこれ着てくれよ。岩城くん、ダメならそのまま置いて帰っていい。岩城くん、来て。後ろお願い。ずっと待ってたよ、岩城くん。先生。夏美って呼んで。夏美。旦那様。旦那様、旦那様、旦那様、旦那様。旦那様。起きた？旦那様。せっかくまたいいとこで。何が？なんでもねえよ。学校遅れちゃうよ。何朝っぱらからニヤニヤしてんだよ、気持ち悪い。内緒。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 。諦めることもないよな。まだ正式に結婚したわけじゃないし。おはよう、みんな。いきなりだけど、今日は新入生を紹介します。入って。はーい。今日からうちのクラスに入ることになった岩城リゼルちゃんです。先生、小学生じゃないの？その子。ピンポン、大正解。リゼルです。先生、小学生なのになんで中学に来れるんですか？まだ12歳だけど、飛び級で編入されたのよね。よくわかんないけど、そういうことらしいです。よろしくお願いします。また国家権力かよ。旦那様、みっけ。岩城くん、俺じゃ関係ねえよ。でもでも、私たち入籍まで住んでるじゃない。ほら、いやだけ勘違いすんな。そいつが勝手に決めただけだ。ふうふう、旦那様にっぽいね。これで一日練習だね、旦那様。確かに書いてあるわね、妻。書いてあろうとなかろうと、俺はそいつと関係ねえ。いやね、武器になっちゃった。15歳と12歳で結婚できるわけないじゃない。本物そっくりで感心しちゃった。本物だよこれ。お茶目さんね、リゼルちゃん。じゃ、リゼルちゃんの席は。だ
根本さんの隣ね。ここだよ、ここ。つべこべ言うな、先生に従え。はーい。でもどうしてダメなのかな。旦那様の隣がいいのに。私、聖本葵、よろしくね。あ、はい、よろしくお願いします。離れちゃったのは寂しいだろうけど、こっからでも岩城くんよく見えるよ。本当だ。でも大きな荷物ね。何それ。で、秘密。うんうん、よかったよかった。まずはリゼルの晴れの門出を祝いましょう。お、いいですな、純米船口。あ、パパたち。おお、リゼル、制服似合ってるぞ。立派になって。リゼルちゃんの保護者の方たちですね。いや、我々も転校生で。よう見たって、俺ら中学生じゃん。そうだぞ、イエーイ。俺は他人、俺は他人。やはりダメでしたね。うん、さすがに日本酒で酒盛りは甘酒ぐらいにすべきだったが。頑張れ、リゼル。リゼルちゃんやってくれるの？じゃなくて、旦那様に当ててください。ふざけんな、バカ。なんで、旦那様がかっこよく答えるとこ見たいんだもん。私も見たいわ。岩城くんがかっこよく答えるとこ。岩城くんに決まり、決まり、決まり。冗談じゃねえよ。これ結構難しいけど、岩城くんならできるでしょう。みんなに見本見せてあげて。しゃん、しょうがねえな。旦那様素敵。いいぞ、頑張れ旦那様。燃えよ旦那様。ほい、一番素敵よ旦那様。いい加減にしろ。つもりだ。旦那様のこと応援したくて。どこの世界に教室であんなことするやつがいるんだよ。でもでも、図書館で調べたんだよ、あの応援の仕方。どこの図書館の何の本だ、お前が見たのは。キャ、旦那様に初顔を突きつけろ。キャ、学校でベタベタすんな。でないとうちでも口切ってやんねえぞ。ガムテープで弾めたべた。おりゃ、しょうがないな、あいつ。でもいいの、今日はとっておきのいいものがあるんだ。なになに。内緒、早くお昼にならないかな。それの準備で徹夜しちゃったから眠いよ。あれは、まみつく白いものの女の子。今まさに僕は運命の稲妻を感じた。彼女は僕のために生まれて、僕のためにここに来たに違いない。とっておきのいいものって何？教えてよ。どうしよっかな。セイモトさん、ちょっといいかな。ホーインくん、こんにちは。こちらは、今日うちのクラスに転校してきたリゼルちゃんです。そう、どうもありがとう。いえ、そんな、眩しすぎてごめんなさい。憧れのホーインくんと初めてお話ししちゃった。今日はなんていい日なんだろう。いやー、はじめまして、僕の名はホーイン龍之介。突然こんなことを言うのは失礼かもしれませんが、初めて見た時から君は僕の瞳の奥に焼き付いて離れなかった。君はまさに僕の理想の天使だ。ここでこうして会えたのも、神様が僕たちをお導きになったんだと信じています。お近づきの印に、今度の週末僕の家に君をご招待させてもらえませんか。ありがとう、押してくれて。じゃあ楽しみにしているよ、僕の愛しの乙女。ねえ、もうなかなか来ないと思ったら、リゼルちゃん廊下で眠っちゃってんだもん。ふに、大丈夫？平気平気。保健室で休んだ方が良くない？大丈夫大丈夫。お昼に向けてお腹空かせときたいから頑張るんだもん。待っててね、旦那様。ちょっと。
ツヤでお弁当作ってきたんだ。お母さんから旦那様の好みいっぱい聞きすぎて迷っちゃった。ねねね、ちょっとだけ見せて。いやー恥ずかしいよ。いいじゃんいいじゃん。じゃあちょっとだけ。うわーすごい。ありがとう。ほんとすごいよ。これならさすがの岩城くんも大喜びだよ。そうかな。そうそう。わー旦那様お喜び。なんだおりゃ、お袋のやつ手抜きやがって。旦那様一緒にお昼しよう。まったく、うるせえ、ベタベタすんなって。わざとじゃないからな。何よそれ、リゼルちゃん徹夜で作ってきたのにひどいじゃない。大丈夫だよ葵ちゃん、また作ればいいんだもん。リゼルちゃん、リゼルちゃん。お味はどう旦那様。うまいに決まってんだろ。よかった。世話が焼けるやつだぜ。俺の弁当ごときで徹夜なんかすんなバカ。あれ学校はとっくに終わってるよ。旦那様が運んできてくれたの。しょうがねえだろ。ありがとう旦那様。勘違いすんな。行きがかり上しょうがなくやっただけだ。これからも同じクラスだからって一緒に学校行ったりしないからな。そんな。それからもう弁当ごときで徹夜なんかするな。どうして、毎日お弁当作ろうと思ってたのに。余計なお世話なんだよバーカ。そんな。すまんねえ。それがいつの間にかあんな風になっちゃって、どうしてだろう。リゼルちゃんのことだってあんなにピリピリしなくてもいいと思うんだけどな。あれ、もうおしまい？